はい、えー、復刻レアガシャ、ですね。えー、白き芸術、の、えー、データラと、えー、サソリ、が来たんで、いや、両方欲しいですけど、なんとね、えっと、当人祭で、えー、木さめ、で、超人祭で、えー、各図と被弾が追加されるんで、 いや、ちょっと、まあ、あとりあえずフィーバー会社なんで、うん、フィーバー、まあ、どっちか、ゲットできたらいいなっていう。まあ、フィーバーが80%だったんで、さっきだら。で、えー、あれうん、で、100%になったら、どっちか絶対もらえるんで、まあ、うん、それだけ、100%になるまで、100%になってからもう一回、10連引こうと思います。 で、まあ、イベントの特攻でもあるんで。で、イベントでは、えー、イタチがゲットできるんですよね。うん。で、150個なんですけど。まあ、いいや、とりあえず引きます。<laughs> いや、運営さんに僕の願いが届いたのか。暁が。<laughs> 一気にきスイなんですよね。で、初回は星5確定。 で、ま、あ他にも。まあ、この辺を持ってるんで、まあ、いらないんですけど、うん、このどっちかが欲しい。フィーバー何パー増えるかなじゃあ、いきます。30連は引ける。えー、ま、たい2体、2個目が確定の虹なんですけど、どうだ頼むどっちか来いどっちかお願いお願い なんでーなんでよーおしどっちかよーしよ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 し。もう出ちゃってもいいけどね。出ちゃってもいいけど。出ちゃったらやめますね。うん。やっぱ超人祭と、まあ、当人祭ちょっと無理かな。うん。 カクズ、あ、っと、各図とヒダンって特に好きなんで、赤月の中でも。え、特別編だから、赤月特別編なような気がする。なんか予告だけなんですけど。いやー、よかった。で、まあ、月変わったんでね、忍びマイルで。あ、フィーバー突入した。ラッキー。一発で行きましたね。いや、これ誘り来てほしい、マジで。 で、まあ、ここ、ここ、ここまでにしますね。うん、ちょっと、無理。出るまではちょっと無理。お願いど、あの、サソリああいや、でも確定枠多分次なんだよな。あ、違うのかうわーやっちゃったな、これ。やらかしたなーうわあまあでも、 ねえ、欲しいし。欲しかったのに。いやー、あデーダラの方が好きな、あ、でも。んまあデーダラかな。デーダラの方が好きなんで、も、まあ、あれですけど。いやー、両方欲しかった。いや、まだわからん。まだ来るかもしれん。うわー。まあ、出るまでだとちょっときついからね。 60%か。くっそ、これ。まあ、や、やめてきます。はい。という結果でした。いやまあこんな感じですね。20連。まあとりあえず良かった。これかなり前のやつですよね。僕、どんぐらいやってるかな。1年半ぐらいやってますけど、初めて見たんで、これ。で、あんま強くないですけど、星6か の、えー、覚醒、だっけうん。にもなったんで、まあまあいいかなと。はい。次の復、また復刻するときあんのかな、これ。相当先でしょうね、復刻だとしたら。はい。まあ、まあしょうがないよ、誘いの旦那は。とりあえず、イタチを、このね、このイベントのイタチを、ゲットしよう。うん。 で、これっすね。これこれ。当人祭で、きさめで、超超人祭特別編。悲弾と隠く図。あかつきじゃないかなぁ。あかつき特別編じゃないかなって思うんですけどね。うん。まあまあ、これも弾こうと思います。まあ、10連は弾けて、まあ、うん。 忍びマイルで。20個だっけあれ。1ヶ月で。ま、20連は弾けるように貯めようと思いますね。うん。はい。というわけで、今回は。ま、とりあえず、データがゲットできたんでよかったです。ご視聴ありがとうございました。